どうも、PDR さんです。PDR さんチャンネルのこの動画でお笑い芸人コンビのコントネタが漫画動画チャンネルに丸パクリされた話をしたじゃないですか。あれ ?PDR さんチャンネルって別のユニバースじゃないの そのの動画を出ししててからこのチャンネルも丸パクリしてますよというコメントが来たんですけど調べてみたら1年以上前のことだったんで取り上げようかちょっと迷ったんですけどコンテンツになるからはい。 一年前のものを掘り起こすのもなぁと思ったんですけど、面白いぐらいの丸パクりなんで取り上げることにしました。名前は伏せておきますが、まあ多分コメント欄でバレると思いますね。一応説明しますと、オリジナルは登録者10万人未満のチャンネルで、パクったチャンネルは100万人超えの大物です。うわぁ、自分よりはるかに小さい YouTuber からネタパクるとかないわとりあえず、こちらを。 ご覧ください。給食のおばあちゃんに聞いたら一里芋の皮表面にくるっと切れ目を入れる15分ほど茹でる皮をすっと引っ張るだけでスルッとむける二納豆フィルム挟んで引っ張るだけ一つずつ取れる3肉まんまずはマグカップに 34cm の水を入れてその上に肉まんをのせますあとはラップをせずに電子レンジでチンすれば出来上がり中はこんなにふっくらしていて最高 アンマンを肉まんに変えた以外一緒じゃねえかよ。最初は交互に見せようかなと思ってたんですけど、あまりにも完コピすぎて。ショートの世界ではトレンドのミームを真似たり、他の人のやってることを真似たりすることもあるんですけど、人のオリジナルコンテンツをここまで完璧に丸パクリすると逆にすがすがしいですね。すがすがしいってなんだよ。ひどすぎるだろ、このパクリ。一応ハッピーエンドがあるから。 ハッピーエンドオリジナルは1000万回近く再生されたんですけどパクリは10万ぐらいしかいかなかったですわざまあ、以上パクリの失敗例でしたじゃ